はようございます。ハスラーノリメルのドライブログです。長野県飯田市南信濃の道の駅遠山郷にいます。この先にあります国道418号、国道と言われる国道418号を飯田市南信濃から阿南町まで走っていこうと思います。それでは国道418号に入っていきます。国道として名高い国道418号ですが、飯田市内は快適な道路が続きます。
や、車線規制ですね。
ここから県道1号との重複区間です。これから天竜村の中心街に入っていきます。この先の平岡駅でおやつ休憩です。それでは国道418号の旅を再開します。
県道1号とはここでお別れです。この福島トンネルは国道418号が土砂災害により大きく損壊し、新たに掘削されたトンネルです。3年間くらい通行止めだったような気がします。再び工事による車線規制ですね。
と、場所によってはすれ違いができないような道幅ですね。このような道路では、すれ違いのために交代することもありますので、常に安全に交代できる場所を探しておくことが必要です。
対向車が来ました。すれ違いができないので交代します。長野県阿南町に入りました。阿南町に入りましたので、そろそろ国道151号に到着ですね。すれ違うにはちょっと狭いですね。
さて、そろそろ道の駅、信州新野仙石平ですが、道の駅に到着したところで、今回の旅を終えていきます。運転、お疲れ様でした。